今回は A スコックのラーメンでラーメン8や旭川醤油ラーメン大盛りということでこちらですね食べてみようと思うんですけれども旭川のラーメン店で有名店の一つのこの8夜ですね昭和22年創業癖があるから癖になるって書いてますけどもこの旭川ラーメンえー、お店にはまだ行ったことないんですけども一回行こうかなと思ってちょっと考えてるお店の一つなんですけれども まだ食べたことがなくてカップラーメンでありましたのでまずはですねカップラーメンから食べてみようかなと思いまして購入です、えー、カップラーメンのデザインの横の部分ですけれどもこんな感じになっています旭川の有名店昭和22年創業というふうになってますねこういう感じです麺は油揚げ麺になっていて 内容量全体 122g そして麺が 90g というふうになっていますので麺の量ですね大盛りと書いてあるようにこの 90g でたっぷり食べれるというところがいいと思います麺の雰囲気ですけれどもこのような感じですね、えー、最初からチャーシューとネギこういう感じで入ってましたで麺の太さはですね旭川ラーメンといえばやっぱりそれほど太くなくて、えー、細すぎずっていう感じだと思うので まあこれぐらいのそれほど太くはないけども、あのー、細さもある程度細いみたいなそういう感じの麺になってるかなと思いますこういう感じですね中に入っていた調味料関係ですけどもこの液体スープが1つ入っていましたそれでは出来上がりましたこのような感じですえっ、ー、とタレ入れてみたんですもう結構黒いですねこの醤油の色がしっかりついたタレになってます で上の方にこう油ですねそこそこ浮いてるなっていう感じですねで麺の容量はこういう感じで 90g 入ってますねたっぷり入ってます太さもまあ多少あのー、細麺よりは太いですけども中太麺みたいなこんな感じの麺の感じになると思いますそれでは食べてみようと思います それでは全部食べ終わりましたえーとですねスープなんですけれども旭川ラーメンといえば豚骨魚介醤油みたいな感じだと思うんですがこのアップラーメンだとどうですかね醤油のキリッとした感じも感じられつつそれほど豚骨っていう感じではなくて、えー、チキンのうまみと魚介の美味しさ がこう合わさって美味しい醤油スープになってるなというそういう感じでしたそれに加えて油結構上にあったと思うんですけれども、えー、ネギ油かなんかそういう感じの風味結構あったのとあと玉ねぎのですねうまみがかなり強めにあったなという印象で、えー、通常とはなんかちょっと違った感じの旭川ラーメンだなという感じで今回ですねこの蜂蟹食べてみましたけども 玉ねぎのその特徴的な美味しさがいいなと思いましたで醤油のキリッとした感じもあってで麺がこうスルスルっと入ってくるのでで麺の太さは中太麺っていう感じなんですけれども、まあ、個人的にはもうちょっと細くてもいいかなとも思ったりもしましたはい太麺よりも細麺の方がこうスープのですね上がってくる量多いと思うので、えー、このスープだともうちょっとスープを こうガッと上がってきて一緒に食べた方が美味しいかなという印象がありましたけれども、えー、美味しかったですねはいあとはですね大盛りと書いてたように麺も 90g ありましたので結構しっかりたっぷり食べれましたので食べ応えもあってすごく良かったですこれ新発売で出ていたようですのでもし見かけたらこの旭川醤油ラーメン八夜のカップラーメンぜひですね食べてみてください美味しかったです